こんばんは、最近ちょっと投稿が遅くなってるんですけどね、まあ、いつも魚を乗せてるばかりなんであれなんですけど、ちょっと今回は喋りながら赤目水槽というか、まあ、一応赤目水槽と呼んでるんですけど、赤目じゃない魚もいっぱいいます。ね、この赤目たち元気よく泳いでます。ちょっと狭いですけどね、これも赤目ですからね、黄色いですけど色が抜けたやつです。で、これが癒しの里さんの浜サバ、こいつがまたね元気なんですよ。ひとやつさんからね、譲っていただいた赤目時期だいぶ大きくなりましたね。といってもまだまだちっちゃいんですけど、という感じでね、今日は赤目水槽をちょっとぼんやり見ながら、赤目のね、今後の人気をもっと出していかないといけないなって、まあ、人気を出していい魚を作るっていうところが一番大事なのかなと思ってます。やっぱりね、金魚業界的に言うと結構ね大変な感じが見えるんですよね。なんでそこ大変なんだけど、大変でこのままどんどんっていうふうになっちゃうんじゃなくて、金魚は終わったっていう人もいますけど、そんな終わってないんでね、終わってないっていうところを見せつけるためにも僕は頑張らないといけないと思ってます。まあ、メダカ買ったりなんだりしてますけど、まあ、金魚好きですからね。ということでね、金魚、まあ、こんないい魚がいるんだよっていうのを皆さんにもう一回ちょっとね、見せながら、そういう気持ちをね、金魚いいんだなと分かっていただけるような感じでできたらいいんじゃないかなと僕は思っています。まあ、本当草の根活動みたいなことなんですけど、こんな感じでね、毎日毎日金魚のこと考えてね、金魚のことばっかりして、なのに爬虫類器具も作ってるってよくわからない、僕なんですけど、ね、そういう感じで、まあ、好きなことをね一生懸命やっているっていうところで、何か結果をね後でついてくればね、何かちょっとでもいいからね結果がついてくれば、それはねゼロじゃないのかなと思っています。ということでね、今日は赤目を皆さんに見ていただいて、いい魚なんだよっていうのを刷り込もうっていう企画です、ね、こんな感じでいい色だと思うんですけどね。ということで、来年は赤目がねいっぱい世に出回ると思いますんで、赤目の欲しい方はね、今のうちからね、来年買うぞっていう意気込みで待っていてください。今日はこんな感じでちょっとね、またいつもと違った感じの動画だったんですけど、まあ、どうも話している方がね、話しているのとお店の紹介がね受けがいいということで、ちょっと話してみました。また明日朝、動画撮りますんでよろしくお願いします。今日もありがとうございました。